ワークショップの4つのテーマだったんですね、一番、うん、こちらのは港の話だったんですよね。で、港は防波堤、作るで、これはやっぱりみんな、ちょっとインタビューして、でやっぱりみんな心配ですね、7メーター、はい、2メーターぐらいのコンクリート、すごいでかい、それはすごいエネルギーかかるし、あとでみんな海に仕事できないし、から、うん、その防波堤、みんなの使えるためにどうになれるか考えて、でちょっと設計をしました。マルティパーポーズだね。一つのお金出して、なんという津波のためだけじゃなくて、みんなのビジネスを戻す。で、あとそのスプライチェーンで、もっとサステイナブルと、もっとなんかエネルギーかからないの、トランスポートを考えて、これは全部若いですよね、例えば。それで、トラックは結構いいですけど、すごいエネルギーかかるから、金華というブレンドにするで、これは石巻の特別だから、魚はとても特別じゃないだけど、全部のサステイナブルのサプライチェーンやったら、何かの、強いブレンドやって、で、それはエコラベルみたいで。のしましたけど、これは書いてあるだけ。その例えば最初防波堤、マルティパーポーズにしましょうとか、でそれその最初のアクションやったら、後で街だんだんいいエボリューションになれるから、それはなんかフォンダメンタルズにするためでしましたけど。なるほど。石巻のためにありがとうございます。全然。今回の地震をいいきっかけに、ね、そうですよね。リカバーだけ、レジリエントという言葉、それですね。リカバーだけじゃなくて、何かトラウマあったから、でディザスターあったから、じゃあそのディザスターからオポチュニティ、もっといい未来に行くため、行きましょうという意味ですよね。で、建築家と工学部と、あと都市計画家とかみんな集まって、で石巻場所なんか決まってる毎年のその未来のため一緒に考えましょうのやりたいなんですけど。いいですね。